どうも、にゃんにゃんクリーパーでーす。はい、今回はポケットモンスター、SV。はい、こちら、ニューがもらえるってことで、今、なんかそういうキャンペーンか何かやってるみたいですね。合言葉が公開されたようなので、今回、久々にスイッチを起動しました。前回ログインしたのは、最強の月光がの時だったんで、どれぐらいぶりですかね。3、4ヶ月ぶりなのかな。はい。とにかく久々にログインしてみました。はい。タイトル画面です。あ、実はポケットモンスター、やるためにスイッチ買ったんですけれども、他のゲーム全く買ってません。なんかちょっと興味をそそるゲームがないので、結局ポケモン専用ゲーム機になっている状態です。ということで、ゲームを進めてみますが、はい、久々にログイン。もう最後何やったのかあんまり覚えてないんですけれども、マジカル交換とか終わってたみたいですね。全然確認してないようです。ということで、久々に動かしてみると、ちょっと操作系統が、カメラワークが若干ブループロトコルとはちょっと違う設定にしてあるみたいで、ちょっと FF11 に、と同じカメラのですね、操作ルールというか、はい、それにしたつもりだったんだけど、ちょっとなんかズレがありますね。もともと FF11 でどういう設定してたのか、ちょっとそれに今度ログインして統一したいと思っております。はい、ということで全然操作方法久々すぎて、どれがどのボタンだっけって思って今スクリーンショット撮ってしまいましたけれども、メニューはどっから出すのかなと今探してるところです。はい。ということで、さっきからマップとかいろいろ出てきて、ようやく出てきました、メニュー画面。確かポケポータル、ここからですよね。はい。確か不思議な贈り物から行くはず。ということで、合言葉で受け取るというところ。はい、シリアルコードですね。あ、または合言葉でと。合言葉は、今インターネットとかで出てくるんで、それを入力したい。期間は9月の何日かまでだったと思います。あら、本体の更新が必要。あまりに久々なんで、更新しないと受け取れないようになってますので、どうやって止めればいいのか、更新すればいいのか。一回ログアウトしなきゃいけないと思うんですが、ちょっと実はよくわかりません。どうやって再起動の方に行くのか。一回ちょっとスリープして、ゲームを落としてみます。はい。で、この画面でまた、起動して、あ、ここですね。更新。はい。で、プレイ中のソフトも終了しなきゃいけないので、終了すると。はい。まずは本体の更新を実行です。はい。本体を再起動。これでようやく受け取れるかなというところです。はい。では始めます。はい。オクトパストラベラーズの体験版もログインしたま、インストールしたままですね。後で消しとこうかと思います。はい。タイトル画面に入ります。なかなか待ってる時間が。はい。パッと変わればいいんですけどね。長い。こんなに待たされるんですね。はい。で、またさっきと同じところにログイン。どうもカメラワークはやっぱり慣れない。はい、じゃあまた不思議な贈り物を選択します。はい、合言葉。あら、今度はソフトの更新が必要だと。うわ、何回更新が必要なんでしょうかね。再起動しなきゃいけない。あと1分待たされます。
そういえば私、ポケモンは最後にやったときは、ポケモン XY の、まあ、ニンテンドー 3DS のときですね。一応全部の種類のポケモンはもうその時集めてました。で、ポケモンバンクに、保存もしてあるし、まあ、3DS 本体にもいくつかポケモンがいるし、こっちの SV に持ってきた方がいいのかなとは思ってるんですが、全部は移動できないみたいですね。対応してないポケモンもいるみたいなんで。とりあえずは、今ポケモンバンクって言わないみたいですね。ポケモンホームかな？そっちに移動させるために、なんかお金かかるのかな？ちょっとあんまり調べてないんですけども、スイッチになってからは 3DS とは違って、課金が必要ですよね。まあ最近流行りのサブスク。ポケモンホームも無料では確か使えなかった気がするんですが、どうしましょうかね。移動すると今度 3DS で、ポケモンがいなくなっちゃいますからね。あ、ちなみに私、ポケモンではミュウが一番好きです。すべてのポケモンの技が使えるし、変身も使えるということで、結構大好きなポケモン。ミュウは大好きです。XY でも当然いるんですけれども。なので、今回の、合言葉でもらえるミュウ。はい、非常に気に入っているというか、サービスいいなと思ってます。ということで、ログインしまして、今度こそ受け取れるかなと。はい、不思議な贈り物を選択して、はい、合言葉で受け取ると。ようやくこれで。今までの前準備が大変でした。まあ、久々にプレイしますからね。で、シリアルコード合言葉ということで、もうネットやら何やらで公開されてる、Get Your New。よく混同しやすい I とか O とかは使えないので、まあ、O の代わりに0ということですね。はい、あとは Mew。MEW ですね。あとは OK ボタン、もしくはプラスのボタンを押すということで。Mew は、受け取る人によって、性能が違ってるみたいですね。わざと照らすタイプと、あと性格ですね。それが人それぞれなようなんで、私がゲットする Mew は一体何なのか、楽しみでもあります。もう正直あんまりポケモン SV はもうクリアして、あまりそこから先、やってないんで、正直、どういう性格がいいのかとか、どういうテラスタイプがいいのか、ちょっとわからないんですよね。まあ希望と違ってても、途中からなんかアイテム使えば、そういうの変えられるみたいなんで、はい、それ使って気に入った性格やら、テラスタイプに変えればいいんでしょうけれども、あれ、変えられたかな？変えられましたっけ？ちょっとごめんなさい。あまりそこまで調べてなかったんですが、そういう便利アイテムがあった気がするんですけど、自由に変えられても困っちゃうかなとは思ったんで。で、強さを見る。はい、私のはテラスタイプ悪でした。いいのか悪いのか。あれ、でもエスパーと悪って何か、相性的なのありましたよね。あんまり良くない。でも、相性良くないものに変わることで、自分の弱点をうまくコントロールできる気もしますからね。はい。ということで、悪であって、技とかも悪の波動がありますね。はい。あとは、あれ、変身がないっていうのは何なんですかね。ミュウといえば変身が、まあ、代表的な技のような気がするんですけれども。変身はどっかで手に入るのかな？変えられるのかな？ちょっとそこが気になるところです。特性はシンクロというところ。あと性格はどこに書いてあるのか。あまりに久々なので、ちょっと忘れてしまいました。ちょっと見当たらないなというところ。まあ、ちなみにレベルは5なんで、ここから育成していかなきゃいけない。今度、ミュウツーの、テラレイドバトルがあるので、このミュウで、
そのミュウツーに勝つとなんか最強の証がもらえるって告知されてましたね。ってことは全員これミュウで戦わなきゃいけない。人と戦うとき、あ、人と協力して戦うとき、ミュウもミュウ、みんなミュウ使ってるってことになっちゃいますよね。はい。あ、性格はここに書いてありますね。生意気な性格。どうなんですかね、生意気な性格。もう覚えてないので。はい、これがいいのかよくわかりません。いや、性格はやっぱ変えられないか。確か、結構厳選、昔やってた厳選とかでも性格とか、いろいろ考えて引き継ぐように、卵を作ってた記憶があるので、変えられないとなると、まあ、運もありますからね。私のミウは果たしていいのかどうか。はい、ちなみにミウを出してみました。はい、私の好きなポケモン、一番好きなポケモンなんで、これからはミュウを相棒に、マップ、このワールドを、で歩きたいと思います。なかなかいいですね、ミュウ。今度のテラレイドバトルやるかどうか、ちょっとそこまで私はあまり興味をそそらないというのもあって、まあ、ポケモン XY でも、ミュウ2は手に入れてましたから、移動してきてもいいかなとは思うんですけれども、まあ、ポケモンホーム使うのにお金がかかるならちょっと躊躇しちゃうかもしれません。まあ、3DS が壊れても困るんで、まあ、いずれポケモンホームに移動したいとは思っております。以上でございました。